ですってよ。どうする？ミハイル。別にどうもしないさ。この赤い車に戦闘力がないことは一目瞭然だ。見ていて気の毒なほどタイヤを酷使したプッシュだけどね。コースはこの後フラットになるし、ゴール直前にはロングストレートがある。そこで失速してしまう。そもそも僕はレコードなんかに何のこだわりもないんだ。いくらでも削る余地がある。多めにマージンを残して走っているからさ。トップレベルのレーシングドライバーは頭の中にも変速機を持っているんだ。例えば僕の頭の中のギアが5速あるとすれば、手具合にね。だいたい MFG に来てからまだ一度もトップギアを使っていない。4速だけで十分にトップを狙えてしまう。 MFG なんてそんなものなんだ、姉さん。退屈だよ。今シーズンチャンピオンを決めたら、秋にはここを引き払ってドイツに帰ろうと思う。なーに？日本に来てまだ1年経ってないのにもうホームシック？ママの手料理が恋しいなんて呆れた甘ったれ坊やね。そんなんじゃないよ。姉さんの短絡的な思考回路では説明するだけ無駄だからしない。日本にいれば楽にお金稼げるのにもったいない。あなたって小さい頃から中二病のめんどくさい弟だわ。好きにしなさい。言っておくけど私は残りますから。東京楽しすぎてドイツなんてゾッとする。